こんにちは、聖火の会の菅野です。今日は、この10月から全3回の新しい講座、研究者に聞くロマネスク再興を始めるにあたり、監修者のお二人、美術史家の金沢桃江さんと歴史家の小沢稔さんにお話を伺います。まずはそれぞれ自己紹介からお願いします。こんにちは、金沢です。私はロマネスク美術、10世紀末から13世紀のヨーロッパの教会美術を専門にしています。小沢です。私の専門は、バイキングというですね、8世紀から12世紀紫式部の時代ですけれども、その時代に、ヨーロッパだけではなくって、アメリカ大陸からですね、中央アジアにまで広がった、集団の研究をしております。はい、ありがとうございます。で、続いて、それぞれにいくつか、お話を伺っていきます。まずこの、研究者に聞くっていうシリーズを、企画した意図は何でしょうか。はい、最初に小沢の方からですね、お話しさせていただきたいと思います。例えば私などもそうなんですけれども、自分のですね、専門外のですねことについては、例えばそのテレビやですね、雑誌、一般誌などでですね、ある意味こう出来上がったもの、それもですね、分かりやすい形で出来上がったものっていうのをですね、見て楽しむというのが一般的であろうかと思います。音楽や美術、文学などは、特に私なんかはそうなんですけれども、完成品ですね、っていうのを、楽しんでいるわけです。ただ、そうしたですね、完成品がですね、私たちの元に届くまでにはですね、それを作っている人たち、もちろんその文学にせよ、歴史にせよ、美術にせよですね、専門家たちというのがいてですね、彼ら、彼女らがですね、紆余曲折を経てですね、時間をかけてですね、ようやくですね、絞り出してくるですね、その成果というものがですね、基礎になっております。で、今回のですね、シリーズではですね、3人の方ということなんですけれども、3人の専門家の方をですね、お呼びして、それぞれがですね、長年かけて培ってきたですね、そうした専門家の技といったものをですね、金沢さんと私の方でですね、いろいろ話を伺いながらですね、辿ってみたい、その研究者の考えですね、そうしたものをたどってみたいということがですね、ありました。はい、今小沢さんもお話しくださった通り、その研究者でも本当に分野が違うと、なかなかそのご専門をのお話を聞く機会がなかったり、します。で、たまになんかシンポジウムとかそういったところで、その部分的な話を聞く機会もあるんだけれども、なんていうのか、研究者というのは、それぞれの分野で、本当にその人生をかけて、一つのことを追いかけていたりするわけですね。で、そういう、彼らが何を面白いと思ってやっているのかとか、どんなことがにワクワクしているのかっていうようなものを、そういったそれぞれの世界にの、本当に一端になるかもしれないけれども、その、垣間見れる機会を作って
皆さんと一緒に、私も学んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。続いて、ロマネスク再興という、再興は再び考えるっていう字ですけども、ロマネスク再興という今回のテーマについて、お話しいただけますか。はい、それではですね、小沢の方からですね、お話しさせていただきます。一般的にですね、そのロマネスク時代というのは、美術史や建築史等でですね、用いられてきた、そのある特定の時代を表す概念だと思いますけれども、実はですね、私が専門としているそのバイキングもですね、まさにこのロマネスクの時代にですね、出現して、そして活躍し、そして消えていった集団なんですね。でなかなかですね、美術やですね、建築の側からですね、そのバイキングにアプローチするというのはですね、メジャーとはですね、言い難いところがあるんですけれども、でも、ヨーロッパのですね、一部をそうしたですね、集団がですね、席巻していた、そして歴史の一部を作っていたっていうことはですね、確かではあるんですね。ですので、今回ですね、私からはですね、なかなかこれまでのですね、そのロマネスク感等にはですね、現れにくかったですね、集団がですね、どういうふうな関わりをしながらですね、この時代にですね、立ち現れ、そして、何らかの痕跡を残していったのか、これが一つあります。でもう一点ですね、付け加えるとするならばですね、近年その歴史学の世界ではですね、グローバルヒストリーと言いまして、特定のですね、地域や国だけじゃなくってですね、もっと広い、ちょっと究極的に言えばですね、地球全体がですね、一つの歴史を成している。でそうした観点からですね、いろいろなテーマを考え直してみようっていうふうなですね、動きが盛んになっています。で、もちろんですね、これまで金沢さんと一緒にですね、例えばそのノルウェーやイタリアやですね、その他のヨーロッパの地域のロマネスクの時代の諸層を見ていったわけなんですけれども、実はですね、こうしてできたですね、ヨーロッパっていうのも、単にヨーロッパだけに閉じているわけじゃなくってですね、先ほどバイキングがですね、そのアメリカ大陸からその中央アジアまでっていうふうに申し上げましたけれども、それだけじゃなくってですね、そのイスラームであるとか、そのユダヤであるとかですね、その他、私の専門で言えばですね、その北極圏であるとか、そうしたところの要素がですね、まさにこの時代にですね、そのヨーロッパ大陸にですね、次々に現れることによってですね、新しい時代を築いていったというのがございます。ですので、単にヨーロッパの中だけではなくてですね、その同時代のですね、様々な地域からですね、ヨーロッパそのものを見直してみることによってですね、ロマネスクの新しい魅力というかですね、そうしたあり方をですね、考える様子がになればというのがですね、もう一つ私が考えていたところであります。はい。ロマネスクというのはヨーロッパ初の共通様式で、ヨーロッパという文化圏を形作る、極めて重要な時期、溶乱期というふうに言われているわけですけれども、実は成立時期やどこで成立したのか、場所であるとか、どうやって、成立できてきたのかという経緯もですね、謎に包まれています。その起源、ロマネスクの起源については、1920年代から様々な、国で、フランスだったらフランスでできた、ドイツだったらドイツで、イタリアだったらロンバルディアとか、
か、スペインだったらカタルーニャとかですね、そういうそれぞれの国の、まあ、ナショナリズムが対立して、まあ、現在では、まあ、どこからできた、出てきたのかっていうことは、まあ、不問に付すというか分かっていないんですね。で、なのでロマネスクって一体何だろうと、まあ、私はロマネスク美術を専門としていて、このね、いろいろ見てきてはいるんですけれども、多く見れば見るほど、考えれば考えるほど、何だろうっていうのが分からなくなってくるというところで、まあ、ロマネスクという時代を、まあ、一つのキーワードにして、まあ、様々な専門家の、目を通して、その時代はどんな時代だったのか、どんな社会だったのか、人々はどんなふうに暮らしていたのかというのを、まあ、何かそれをきっかけにして見えてくるものがあればいいなというふうに思っています。ありがとうございます。では次に、今回金沢さん、小沢さんと共に登壇してくださる講師の3人の方、ご紹介いただけたらと思います。第1回は、西洋史の研究者、歴史家の高山博さんです。高山さんのご紹介と、今回なぜ高山さんにお願いしたのか、お話しいただけますか。高山博さんは、シチリアという地中海の要衝で、中世にできたシチリア王国についての、まあ、比較制度史の研究をなさって、おられる方ですけれども、そのロマネスクを見ていくにあたって、その、まあ、シチリア王国のようなですね、地中海における異文化交流というか、ビザンティンとかアラブとかですね、さまざまな人々が行き交うところで、どのような、まあ、そういった状況というもののあり方を、まあ、改めて、高山先生にお話しいただけたらなというふうに、思いました。というのは、まあ、ロマネスクというのは、まあ、なんていうか、まあ、イスラムの影響をかなり受けたとか、さまざまな東方の影響を受けているというふうにもよく言われるんですけれども、まあ、あまりでもそれはまたいろいろな経緯があるんですね。なので、そもそもどんな時代だったのかということを、まず、高山先生に伺えたらなと思っています。はい、私の方からですね、金沢さんへのですね、紹介に付け加えておきますと、高山さん先生のですね、まあ、魅力というのはですね、シチリアというですね、まあ、その面積からするとですね、ヨーロッパの、まあ、ある意味辺境にあってですね、さほど大きくない島のですをですね、専門にされているわけですけれども、これがですね、まあ、10世紀から12世紀という時代にですね、まあ、我々ヨーロッパ通常ですね、そのローマンカトリック、これがですね、中心的な役割を果たす。というふうに考えているわけなんですけれども、それだけではなくてですね、先ほどお話にもありましたように、まあ、そのアラブ、イスラムの文化、そして、ビザンツ帝国ですね、ギリシャ正教の文化、さらにはですね、ユダヤの文化、こうしたですね、複数の文化がですね、混合することによってですね、非常にですね、魅力的なですね、まあ、空間を作った島でもあるわけなんですね。で、高山先生はですね、
ただ、まあ、このシチリア、まあ、出発点はシチリアなんですけれども、シチリアにとどまることなくですね、そこからですね、そのヨーロッパ全体、さらにはですね、よりグローバルなですね、その地中海やですね、もっと先の世界も含めてですね、この、まあ、10世紀から12世紀の世界をですね、考え直してみようというふうなですね、試みをですね、まあ、30年、40年にわたってですね、されてきた方です。まあ、私ですね、指導を受けた学生でもありましたけれども、四半世紀ですね、お付き合いをしていて、まだまだですね、組み尽くせないところがありますので、今回ですね、まあ、より突っ込んでですね、お話を伺えればと思っております。ありがとうございます。第2回は、中国美術の研究者、美術史家の塚本丸光さんです。塚本丸光先生は、中国美術史、特に北宋ですね、960年から1127年頃、北宋なわけですけれども、の絵画を研究されて、博士論文を、書いたと、聞いているのですけれども、この、北宋という時代はまさにですね、ロマネスクの時代と、ロマネスクの10世紀末から12世紀という時代とですね、まさに重なっているんですね。なので、そのヨーロッパでは、まあ、このロマネスク美術ですけれども、じゃあ同じ時代に中国ではどんな美術が、あったのか。しかも、ヨーロッパではキリスト教美術なわけですけれども、こちらでは、中国では仏教が、まあ、盛んになっていく時代です。この社会と美術の関係、まあ、その宗教と美術の関係というのを、うん、ご専門を伺って、まあ、そのロマネスク美術と、まあ、比べてみたいなっていうのが、私は、まあ、比べれる感じではないかもしれないんですけれども、もう全然違うかもしれないけれども、なんかこう、いろいろ伺ってみたいなと思って楽しみにしています。はい、それではですね、塚本さんについてもですね、私の方からですね、補足紹介をさせていただきます。実はですね、私がですね、塚本さんにですね、初めてお会いしたのは、奈良のですね、大和文化館でですね、開催されたですね、国際シンポジウムで、私がですね、塚本さんの司会をしたのがですね、初めてでした。で、そのシンポジウムというのはですね、まあ、フランスのですね、研究者をたくさん招聘してですね、あとはまあ日本側からということになりますけれども、その洋の東西でですね、まあ、様々な側面、それも中世に限ってなんですけれども、これを比較してみるという試みだったんですね。そういったこともありまして、まあ、西洋史の私が、その東洋美術の塚本さんのですね、司会をするということになったんですけれども、やはりですね、その時にですね、塚本さんのですね、お話を伺っていて、これはまあ先ほどですね、金沢さんの方からお話がありましたように、塚本さんはその北宋がですね、ご専門ということなんですけれども、歴史家のですね、私にもすごく面白かったのは、まあ、塚本さんですね、もちろん美術史ですから、コアにあるのはですね、その絵画等のですね、分析なんですけれども、それだけじゃなくてですね、その北宋の絵画がですね、例えばその当時の宮廷などにおいてですね、どういうふうにですね、機能をしていたのかといったようなですね、歴史家にもですね、すごく関心のあるですね、まさにその社会と、まあその、まあ、いわゆる美術とのですね、関係をですね、前に出しながらですね、ご報告をされていたというのがございました。
その後ですね、塚本さんのですね、ご論考やですね、著書等もですね、目を通したりしたんですけれども、本当にですね、こう、美術とですね、まあ、当時の社会との関係を補完する。まあ、今回その司会というかですね、がその美術史家の金沢さんと、まあ、歴史のですね、私ということなんですけれども、まさにですね、その両者の関心に合致することをやっているっていうのが一つ。あとはですね、先ほど金沢さんも申し上げましたようにですね、金沢さんがそのヨーロッパ側のですね、ロマネスク美術であるとするならば、塚本さんは同時代のですね、その北宋の美術っていう国に軸足を置いています。で、先ほど私が申し上げましたように、その近年ですね、歴史学で流行っているそのグローバルヒストリーっていうのはですね、これまでですね、こう、別個に考えられてきたものをですね、まあ一旦その同じ軸線上において、まあ、例えば今回の話であるならばですね、なぜですね、同じその10世紀から12世紀という時期にですね、中国ではその北宋美術といったものが、ヨーロッパではそのロマネスクといったものがですね、ある種のこう規範性というかですね、共通性を持って、まあその国家等を超えてですね、こう立ち上がってきたのかっていうのをですね、まあ考えるですね、手がかりを得られればですね、これはロマネスクに関心のある人にとってもですね、中国に関心のある人にとってもですね、よりですね、こう、世界が広がる、そういうふうなですね、こともありましてですね、ぜひとも今回ですね、東洋美術のですね、塚本さんにお話を伺えれば、というふうにですね、考えてのことであります。ありがとうございます。第3回は西洋音楽の研究者吉川彩さんです。吉川先生とは西洋中世学会という学会で同じ委員会でずっとこう働いていたということもありですね、とてもまあ、なんていうのか、そうですね。なんて言ったらいいの？その音楽、中世の音楽や、音楽史を、研究されている方はそれほど多くない中で、かなりな、ご負担だったと思うんですけれども、まあ、本当に根気強く学会に関わってくださったというので、親しくさせていただいていたんですが、特にですね、ここで吉川彩さんをにぜひ来ていただきたいなと思ったのは、西洋中世学会のシンポジウムで中世映画というテーマでお話があった、みんなが話したということがあってですね、その時に、その、映画の中の、中の映画の、まあ、映画と音楽だったらば、映画音楽っていうのがこう、なんていうか、まあ、すぐ思いつくと思うんですけれども、実はその映画の中には中の音と外の音があるんだ、というような、映画において音楽はどういうふうに作用しているんだ。中世の世界っていうのは、まあその現在私たちが聴いているような音楽じゃないわけですけれども、まあ、どうやってその聴衆をその映画の世界にその音楽を使って、入り込めるように導いているのかというですね。それからその映画の中の登場人物が聴いている中の音っていうのも、はどんなものなのかっていうような分析をされていて、それはすごく面白いなと、いうふうに思ったんですね。で、ご専門の範囲も9世紀末から14世紀とかなり、広く、その、ロマネスクの時代に、どのようなこう音楽が、音楽と教会というのは
とても密接に結びついていて、制度に実際、行くと音響効果を高めるための構造とかですね、そういったものが見られるわけですけれども、そういったところでその、どういうふうにそのロマネスクという時代あるいは制度といったものと音楽が、関わっているのか、あるいは典礼と音楽とかですね、さまざまな接点があると思うので、ロマネスクの美術の中にも音楽、楽師ですね、の図像がたくさん出てきます。なのでとても、楽しみにしている、講座です。ロマネスク最高といっても、ごめんなさい、後で。はい、それではですね、吉川先生についても私の方からですね、補足をですね、したいと思います。私もですね、吉川先生とはですね、西洋中世学会のですね、お仕事で、まあ、ご一緒することが、あったわけなんですけれども、私がですね、やっぱりこの学会でですね、まあ、面白いとですね、思っていたのはですね、歴史についてはですね、別にこの学会ではなくてもいろいろな先生方とお付き合いがあったんですが、そうではないですね、分野の先生とですね、一緒にですね、まあ、その成果をですね、共有したりですね、まあ、指摘の話をする機会がですね、格段に増えたことなんですね。で、まあ、私自身もですね、そのやってることは歴史ではあるんですけれども、その中世全体をですね、まあ、理解したい、知りたいっていうふうなですね、まあ、ある種のこうなんか欲望っていうのがあってですね、その際にですね、こう、なんて言うんでしょうかね、一番遠いのがですね、音楽なんですね。で、各界一番遠いっていうのはどういうことかっていうと、まあ今のですね、私たちがですね、こう生活する世界ではですね、音楽ってすごく身近になっているんですけれども、なんせですね、その中世、となるとですね、当時のですね、音楽を再現するですね、術というのがですね、まあかなり限定されている。もちろんですね、先ほど金沢さんがおっしゃったようにですね、制度の中ではですね、もちろんそのグレゴリオ聖歌というかですね、まあそういったものも含めてですね、常に音楽はありましたし、と学士たちがですね、宮廷でですね、まあ、こう、節をですね、合わせてこう、奏でる音楽もあるしですね、もちろん農民たちもですね、その収穫祭の時等はですね、お祭りを開いて、そこで歌を歌って、たりですね、していたわけなんですけれども、そうしたことは分かっても、実際のですね、音楽がどうだったのかっていうのはですね、なかなかですね、とりあえずその門外観にはですね、知るところが少ないんですね。ですけれども、やっぱりこの音楽学者のですね、先生方とですね、お付き合いをしていてですね、まあ、彼女ら彼らがですね、こう、いかにですね、こう、ある意味苦労しながらですね、その当時の、まあ、なんていうサウンドスケープっていうんでしょうかね、をですね、様々な手がかりからですね、再現しようとしていたのか。当時の人にとってはですね、常にあったはずの、身近であったはずの音楽、まあ、これが失われてしまっているんですけれども、それをですね、まあ、非常にこう、困難なですね、手がかりからですね、再現して、まあ、中世世界をですね、こう、のピースをですね、埋める。こうしたことをですね、されているのを見てですね、まあ、率直に言って、データがたくさん残っているですね、歴史からするとですね、もう、なんてこう、なんか、尊敬の念しかないわけなんですね。ですので、今回の講座ではですね、そうしたですね、まあ、音楽学者、中世音楽学者のですね、まあ、そのお仕事の一端をですね、そのご苦労とですね、その苦労によって得られたその成果ですね、そうしたところも含めてですね、お話をですね、伺えればいいなと思っております。はい。それでは、最後に、一言ずつよろしくお願いします。小沢さんから。はい。
ですね、まあ、今回の講座ではですね、金崎さんも私もですね、自分の成果を話すということではなくてですね、むしろですね、自分たちとはですね、違う分野の方からですね、お話をですね、引き出す係ということになっております。ただこの役割はですね、まあなんかそんな偉いもんじゃなくてですね、むしろ我々二人がですね、関心のあることをですね、まあそのもうお三人方ともですね、その分野のですね、トップランカーですから、そうした人たちがですね、何十年もかけてですね、積み上げてきたものをですね、まあこの我々はですね、伺わせていただく。で、まあ我々自身もですね、それぞれの専門っていうのを持っているわけなんですけれども、まあその、なんていうんですかね、こう自分の越し方、振り返るという意味でもですね、これはそうした先達、専門家たちのですね、それも違う分野の専門家たちのお話を伺ってですね、まあ言ってみればそのなんていうんですかね、学問とは何かですね、そうしたものをですね考える機会にですね、なればいいなというふうにですね、思っております。タイトルとしてはロマネスク最高という。再び考えるというふうな、テーマになっていますけれども、そのヨーロッパに限らず、あるいは ロマネスクというテーマにはだけにこだわらずに、その今この知ることっていうものがどんなその喜びを私たちの暮らしに与えてくれるのかというさまざまな気づきをもたらしてくれるシリーズになることを祈っています。で、まだまだお呼びしてお話を伺いたい方がたくさんいるので、シリーズが続行することを切に願っています。